キリコちゃん、今回の指令は？いろいろ発見がありそうだし、ワクワクするね。早速、調査開始。のんびり、ほっこり、三好巡りたい。こんにちは。はい、こんにちは。あ、ようこそいらっしゃいました。はい。これから三好の町をご案内させていただきます。三好町は江戸時代初期、藩主浅野長治が川を天然の堀に見立て、藩主、家臣、町人が同じ城郭の中に住む城下町として整備しました。こちらは石畳が素敵な通りなんですね。そうですね。広島県北部の一大商業地ということでですね、こうして立派なうだつも残っているんですよね。こちらの薬屋さんなんかも古い建物そのまま残してありますがね。こちらも歴史を感じる建物ですね。昭和2年にできた建物なんですがね、今は辻村寿三郎人形館となっておりますね。なんと今回は辻村寿三郎氏本人に会うことができました。今は平家物語をねずっとやっておりますのでね、それを皆さんにね見ていただく、ちょうどここは私の目の届く範囲でいいスペースなんでね、私のふるさとでもあるし、町がね、にぎわったらいいじゃないですか。そのためにずっと、ここ続けてきたんです。続いて3人が立ち寄ったのは風紀社昌平本家。おすすめの三好のエゴマのかりんとうまんじゅうをいただきます。外はカリッとしましたけど、中はあんこがぎっしり、エゴマがプチプチとしますよ。三好の町をゆっくり散策してもらって、美味しいお菓子をいただくのもいいんじゃないですか。最後に3人が訪れたのは、尾関山公園。この尾関山公園というのは、三好浅野家の下屋敷のあったところなんですね。それで、ここであぐりさんが生まれるんですよ。この池のあたりでですね、お母さんもいます。父さんの中原さんも帰ってきます。一緒に散策しただろうと想像しながら、この池など見ると気持ちがいいですね。今日は三好町の歴史をたっぷり学んで楽しく過ごせました。ご案内は私どもボランティアガイドがいたしますので、申し込みは三好市観光協会の方へぜひお願いいたします。ミッション完了。三好イベントナビ。奥田元宋さゆめ美術館では11月24日まで特別展ギアマン展憧れの輸入ガラスと日本を開催中です。詳しくは奥田元宋さゆめ美術館まで。次回は広島三好ワイナリーを巡りたい。